注意事項。皆さん、こんにちは。姫咲と申します。このチャンネルでは、私が見たいテイストの歴史映画を妄想し、その CM 原稿を考え、ナレーションをゆっくりにお願いし、私が登場人物のセリフを読み上げて5万エプーするという、わけわからん動画をアップしています。さて今回テーマとする人物は、結城秀康。知らない人も多いかもしれませんが、どうする家康にも登場するのではないかな、と思う、大注目の武将です。知らない人にも徳川家康を実の父、豊臣秀吉を養父に持つ人物といえば、興味を持つ方もいるのではないでしょうか。彼は家康の次男として生まれ、後秀吉の養子となります。しかし最終的には結城家という家の養子となり、天下人となることなく、若くしてこの世を去ることとなります。そんな彼を主人公とした映画 CM を見ていただき、その後で、簡単な解説をお聞きいただければと思います。どんな人物だったのかなぁと想像しながら CM をお楽しみください。では、Q。これは二人の天下人を父に持った、数奇な男の物語。どうして父上は私に冷たくされるのか。父上は、兄上を見殺しにされたのか。そんな彼の運命が転がり始める。私が橋場家の養子に。要は人質だな。しかしその出会いが彼を変える。この橋場三河の神秀康、父橋場の秀吉の名に恥じぬ働きをいたしまする。まずまずの武勲だな。いずれは父上の後を継げるようもっと手柄を上げなくては。しかし運命はあまりに気まぐれだった。今度は結城家の養子に行くのか。私は一体誰を父と思えばよいのだ。そして秀吉の死後、やがて訪れる天下の分け目。治部少殿、どうか恩義を大切になされませ。かつて私を追いやった父の天下取りに味方し、治部少を滅ぼすことになるとは皮肉なものだな。そして分かっていたことだ。ずっと昔からな、この世に男児として生を受け、かの二人を父に持ちながら、ついぞ天下を治めることができなかった。それが口惜しい。映画、天下の人、公開予定なし。乞うご期待。ざっくり解説、結城秀康編。ということで、今日は悲運の武将、結城秀康についてざっくり解説します。秀康は徳川家康の次男として側室の子として生まれます。しかし、正室である築山殿の意思により、彼は家康には認知されず、家臣の手で育てられます。兄信康の計らいで家康との対面を果たすこともありましたが、その兄も、信長の命により切腹となりました。本来ここで次男である彼は、徳川家の後取りとなりそうなものですが、もう少し後、秀康は家康と羽柴秀吉が戦った際、和睦の条件として、秀吉の養子となることとなりました。動画で話した通り実質的な人質ですね。ただし、実子がいない秀吉は秀康を可愛がり、秀康も秀吉を慕い。成長した彼は武人として優秀であり、数々の戦で武勲を挙げました。ゆくゆくは秀康が秀吉の後を継ぐそうなりそうなものですが、しかし、ここでまた秀康の運命が変転します。秀吉に実子が生まれたのです。結果秀康は名族である結城家の養子となりました。その後彼は、大名となり、秀吉が亡くなるといよいよ天下分け目の関ヶ原の戦いが迫ります。秀康は、関ヶ原の西軍の中心人物石田三成を仕事で護衛したこともあり、その時三成が感謝の意を込めてプレゼントした刀が秀康の子孫に受け継がれていくなど、彼個人としては三成と関係のある人物ではありましたが、関ヶ原ではジップ家康率いる東軍の有力武将として参戦。ただし、本戦には参加せず、東北にいた三成の同盟者、上杉景勝に睨みを利かせる役割を果たします。その後、父の家康が征夷大将軍となり、ついで後継の秀忠が征夷大将軍となると、間もなく秀康は病で亡くなります。34歳の若さでした。二人の天下人を父に持ち、十分な器量を持ちながら、天下人にはなれず、若くして亡くなったことから、彼はしばしば悲劇の武将として語られます。どうする家康でどのような形で、描かれるかはわかりませんが、これを機会にぜひ彼のこと、覚えてくれたら嬉しいです。このように当チャンネルでは一風変わった歴史動画を上げておりますので、興味を持ってくださった方はぜひチャンネル登録等よろしくお願いします。では次回も歴史の世界の片隅で、あなたを待っています。ではご視聴、ありがとうございました。